それでは、引き続きまして、今度はその唐津波の乗算アルゴリズムをその一変数多項式で、使ってみるという話をしたいと思います。で、その方法ですね、基本的な方法は先ほどの整数の乗算と同じような考え方です。ここでは、fx とそれから、gx という多項式を与えられたとしまして、でここにありますように、ラージ n っていうのを2の n 乗というふうにしまして、でそれから f1 例えば fx をその上位桁とか上位の項ですね、次数が大きい項とそれから次数が小さい項、それから GX も次数の大きい項と次数の小さい項にこう分けてみます。で、それぞれの F1、F0 とか G1、G0 の次数は、ラージ N、すなわち2の N 乗未満の項を、2の N 乗次未満の項ですかね、を取ってきまして、で、これに対して、その FX と GX をかけた多項式を求めると。言うんですけれども、その時には先ほどの整数の場合と同じように、その一番上位の次数項次項はですね、F1、G1 の積を取ってくると。それから、真ん中の次数の項は、F1 と F0 の差と G0 と G1 の差をかけたものと、F1、G1 と F0、G0 の和を持ってくると。で最後、一番の下位の次数の項は F0、G0 の積を取るというふうにして、その計算を行うことができます。一応これをですね、アルゴリズムの形で表したのがこちらのスライドなんですが、唐津波ポリという名前でして、で、入力は FX と GX として、先ほどのようなその多項式で表します。で、出力として、F と G の積を返すということにします。で、そのアルゴリズムの形はこういうことに書きましたけれども、もし最初の1番目のステップでは、もしラージ N が1であるならば、これはラージ N が1というのは、基本的な次数ですね。ラージ N が1ですから、入力の多項式がその1次の多項式であるときには、通常の多項式の積を返しましょうと。で、それ以外のときには、この、A と B と C として、それぞれその F1、G1 と F0、G0 と、それから F1 マイナス F0、G0 マイナス G1 の積を計算するんですけれども、それを全部、それぞれ、この唐津波のアルゴリズムを再帰的に呼び出しまして、そこに計算させるわけですね。で、A と B と C というその結果が返ってきたところで、A と B と C からこういった公式を作って返しましょうというのが、このアルゴリズムの基本的な動作です。で、計算量に関しては、先ほどのその整数に対するアルゴリズムと同様の性質を示すことができます。ここでは、証明は大体、その整数の場合と同一ですので省略しますけれども、一応、事実だけ述べておきますと、ラージ N を2の N 乗としまして、それから F と G を、間 R 乗の多項式、一変数多項式としますと。で、ちょっとこの N はちょっと、すみません、後でまた検討しますけれども、で、この時にその唐津波の乗算による F と G の乗算の計算量が、これは R の四則演算の回数で数えると、オーダーの N のログ3乗と、で、抑えられると。いうものです。ここまででしょうか。はい、ということで今回は、高速乗算法としまして、
その唐津波の、ジョーダンアルゴリズムを紹介しました。で、まあ、具体的にはその整数のジョーダンアルゴリズムと、それから一変数多項式のジョーダンアルゴリズムについて紹介をしました。で、次回がこの授業の最終回になりますけれども、次回はその高速ジョーダン法としまして高速フーリエ変換に基づくアルゴリズムを紹介します。で、そこでは離散フーリエ変換を紹介した後で、まあ、その高速フーリエ変換について説明しまして、で、まあ、この FFT と呼ばれている法なんですけれども、この FFT を用いた一変数多項式の高速ジョーダン法について紹介したいと思います。で、次回の内容はこの授業で使っているテキストの第6章から始まっておりますので、まあ、必要な人は予習を来てしてきてください。それでは今日の授業はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。